これは私が実際に体験した話なんですが、とあるお笑いライブで私は出番が終わり楽屋に戻ってくると、お疲れ様です。おお、お疲れ様。そこにはいるはずのないピン芸人のハッピー若妻さんがいて、あれ、若妻さん今日出番でしたっけ。あ、いやー、まあまあまあ別に。変だなー、変だなーって思っていたら、ネタはどうだった。まあぼっちぼっちですかね。おお、そっか。じゃあまあ俺行くわ。あ、またね、お疲れ。お疲れ様です。そして恐る恐るカバンを覗いてみると、あれ、財布がない。なんとカバンから財布が消えていたんですよ。